新製品の一つ、SCM820 をご紹介したいと思います。従来ですね SCM810 というアナログのミキサーを販売していたんですけれども、今回、820として、デジタルのミキサーというものを、発売させていただくことになりました。主な機能としてはですねインテリミックスという機能を使用して、ここにあるようにですね、インターネットじゃないですねブラウザーベースでインテリミックスというもので、各パラメーターを、いじれることになっています。8チャンネルの、入力のゲインがこういうふうにある、ものの他にこちらのパラメーターで、インプット、アウトプットもしくは、インテリミックスというもので各パラメーターをいじれるようになっております。こちらを簡単に紹介するとですねインテリミックス、このように、例えばスムース、クラシック、エクストリーム、カスタムというふうにモードを選べるようになっております。各モードは例えば、周りのノイズ環境が非常に高い場面、ものすごく静かなところなどなど場合によって、用途に応じた使い分けができるということですね。それ以外にも、NATという機能でノイズと、スピーチを区別して常にスレッショルドを最適化することで、バックグラウンドノイズよりも常に、スピーチの方が、きちんとスケルチが開いて声が明瞭に聞こえるというオートミキサーならではの機能もあります。それ以外には、ダンテですね、ダンテのデジタルネットワーキングにも対応しています。こちらが SCM820 のリアパネルになっているんですけれども、ご覧のようにダンテのデジタルネットワーキングイーサネットですねの入力が2系統ついておりますので、向こうにあるような ULXD のようにダンテに対応したワイヤレスシステム等々であれば、イーサネットを使用して直接入力することが、可能になっております。